今回はソロギターにチャレンジしましょう。ソロギターを弾く上で大切なのは、自分が今何のパートを弾いているのかを意識することです。ベースラインを弾いているのか、メロディーを弾いているのかなど意識することで立体的なサウンドになります。この曲の演奏ポイントは2つ。1つ目は和音を弾くときに同時ではなく少しだけずらしていきます。そうするとメロディーが前に出てきます。2つ目は8小節目のフレーズ。左手は細かくフォームが変わっていきますが、低音を切らさないように注意しましょう。それではぜひチャレンジしてみてください。